アイムグッドラック、まあ俺一回だし。いや、さっきのでかいニジマス、30センチぐらいのニジマス釣れてたら多分家に帰って速攻さばいて料理したんですけど、なんか相変わらず、まあ、ちょっと貧乏なもので、まあ、ちょっとお腹空いちゃって、不覚にも釣れない釣り師が釣りの会に回転寿司寄っちゃいました。いや、でも松茸入りの茶碗蒸しとか安いね、なんか黒毛和牛やら何やらあれこれ食べても2500円っすよ。安い。ま、入ったらキノコを塩水につけて魚の葉、まあ、下処理して、でそこからちょっと髪取ろうと思いますね。じゃあね。バイバイ。